このスボ。帰ってきましたわよ。お前だけなんでそんなに元気なんだよ。だって過酷なクエストを終えて町に戻ってきたんですもの。喜びと安心感もひとしおですわ。ああ、確かに過酷なクエストだったな。予想をはるかに上回るプレイだった。プレイとか言うな。それに難易度が低い今日のクエストがあんなことになったのは全部このチビ精霊のせいだから。今だ、めぐみ、思いっきりぶちかましてやれ。任せてください、カズマ。準備万端です。エクスプロー、ピュン。おい、何やってるんだよ、めぐみ。すみません。あっきエクスプローバシオイ。胡椒を撒いてみたのですが、効かせすぎましたわね。くしゃみの勢いでいつもより強力な爆裂魔法が打てるかと。また覚えたぶりに舌の締め付けを味わうのは悪くなかったが、あの後カズマが頑張ってくれなかったらさすがに危なかったな。そうよそうよ、おかげで今日もたっぷりぬめぬめよ。メルったらどうしてくれるの。申し訳ありませんでした。元気を出してください、アクア。これでヌメヌメを拭いてください。はい、タオル。あら、気が利くわね。ちゃんと反省してるんじゃない。ありが…ふわっ、ひさい。サービスですわ。まだ胡椒が余っていたのでタオルにまぶしておきました。そうね。おい、メル、なんでこんないたずらするんだ。私は皆さんの役に立てればと、お疲れの皆さんを元気づけようとしただけですわ。だったらみんなの顔を見てみろ。元気になってるように見えるか。あのな、前にも言ったはずだよな。本当のいたずらは、みんなが笑顔になるものだって。だが、仲間を危険にさらすようないたずらをこれからも続けるなら、俺はいたずらの使として、もうお前を一緒には連れていけない。それでもいいのかってあれ、メル。
メルなら出て行ったぞ。説教が長すぎたようだな。あの野郎！皆さん、帰ってきたんですね。何ですか、ユンユン。また寂しさのあまり、私たちの帰りをずっと待っていたのですか？違うわよ。今日は本当に違うの。あの、メルちゃんは一緒じゃないんですか？メルなら、さっき出て行ったわよ。そんな、大事な話があったのに。なんだよ、大事な話って。どうやら、スコールがメルを再び封印しようとしてるらしいんだ。封印？それは穏やかじゃありませんね。ユンユンの話だと、ガストにいたずらをしたメルを見たスコールがそんなことを言ってたらしいの。朝のあれか。でも、いくらなんでも、メルちゃんがかわいそうすぎます。前にもスコールは、メルの封印をほのめかしてたことがあるけど、まさか本当にやる気なのか？何にせよ。スコールとメルから話を聞く必要がある。どうこうするのはそれからだ。そうだな。まずはメルを捕まえるか。あいつどこ行ったんだ？カズマたちと一緒じゃないなら、あそこかしら。心当たりがあるの？児童施設よ。時々来てるって聞いてるわ。エーリカが育ったという施設か？だろうな。ショーの MC でエーリカが何度か話したことあったし、メルのやつそれを聞いてたんだろ？急ぎましょう。スコールさんが先にメルちゃんに会ったらどうなるかわかりません。どうですか？私の歌と踊りもなかなかでしょ？私とアクセルハーツ、どちらとお友達になりたいです？どっちも。でも可愛いのはやっぱりエリカお姉ちゃんたちかな。お友達になるには可愛さも必要なのかしら。それじゃあ、私がもっと可愛くなって、歌とダンスももっと上手になったら、お友達になって。なるわけねえだろが！
ダスト？どうしてここに？ずっと探してたんだよ。さっきのいたずらが忘れられなくてな。またいたずらを食らいたいのですか？ダークネスに負けず劣らずの M ですわね。ちげえ、復讐だ。あんないたずらされて黙ってるほど、このダストさんはお人よしじゃないんだぜ。あのいたずらは初めましての挨拶のようなものですわ。悪気があったわけでは。初めましての挨拶で唐辛子入りクッキー食べさせるやつがいるか。人間舐めるかよ。ほう、首相じゃねえか。けど、ただでは許してやれねえな。許してほしいなら、体で払ってもらおうか。この町の流儀を教えてやる。体で？いないの。ここだと思ったんだけど。あ、エリカお兄ちゃんだ。ミアちゃんにシエルちゃんも。ねえねえ、踊りを見せて。それよりも聞きたいことがあるんだけど。女の子が来なかった？メルお姉ちゃんのこと？それならさっきまでいたよ。本当に？どこに行ったの？チンピラみたいなお兄ちゃんが連れてちゃった。復讐だとか。あと、体で払ってもらうんだとか言ってたよ。体で？なんという、ダスト、侮れない男だ。いや、お前が考えているようなことはないとも言い切れないのか。とにかくダストを追うぞ。クルクシャボ！